はい、こんにちは。どうーす。今日はいや、まあいつもと変わらず、まあ、トラック紹介なわけなんですけど、絵面がすごいね。いや恥ずかしいなこれ。むしろこれ増田さんトップバッターだからね。トップバッターですね。今回はどちらの会社さんのお車でしょうか。総武流通の増田と申します。ましたよ、よろしくお願いします。ジャックボッチのご紹介で、はい、っていうことですね。こうしたもんにお世話になっております、はい、いいえ、こちらも、はい、はい、じゃあ引きま ます皆さん、じゃあ定位置に、はい、はい、スーパーグレート、デレデレデレ。増田さんがじゃあ一番お気に入りみたいなところまずあります、キャビンで。あ、三菱ってこれ元からついてないやつ。ついてないです。あ、そうなんですか。これタクボッチも三菱ついてるんですよね。はい、タクボッチのはローやつか格子みたいなのがついたりしてて、そうです、これタクボッチの場合はこれ輸出用のエンブレムが、はい、タクボッチって書いてあるあ、なってなかったっけ。手に入りそうでなかなか手に入りにくい。あ、そうなんですね。はい、これはどちらで買われたりするんですか。これは、静岡の、はい、どこだっけな。すいません、バイ。どこですか。静岡の、はい、静岡のどこだっけな。はい、あれ増田さんどっち見てんだ。増田さんどっち、あ、こっち、はい、こっちさんですよ。ちなみにいくらで買えたんですか。当時1万、あ、やっぱ1600円ぐらい。やっぱ1600円。今ネットで2万ぐらいする。ネットで2万ぐらいするんだ。あー、マーシャル、マーシャル、これ本当のマーシャル。これ水あ、これだから偽物の場合というか、もどきの場合はニャンシャルでいいのかな。ニャンシャル、コメント欄にもあったよね。はい、あの島田さんのやつ、はい、ニャンシャル、島田のやつはニャンシャルっていうかあれマジックで書いてましたねあれは可愛い。これ下ステーやっぱごっついですね。ね、ちゃんと止めてる。やっぱりかっこ悪いですよね。すごいなこれ。あ、ブレダマも入ってないわ。これはこれらの山田さんから。あ、山田さん、はい、しかもこういう風になってるのはなんか足掛けみたいな感じで。どうなんだろうね。足掛け剣、足なんか滑り止めみたいな。ちょっと足の毛みたいな。いやいやいや、あとミラーとかも変えられてるんですか。ミラーのカバーですねこれ。あ、ミラーのカバーで、ね、ステーが、はい、でシュンとあそこに。そうなんですよ、ね、クマさんが。あ、そっち新興師ね。あ、新興師のブルーね、やっぱ大変だね、覚えられないね、ありすぎて。チャンスリーぐらいだったら覚えられない。あ、新大メッキ、新大メッキのウロコ。そしてその後、ね、センターからウロコ好きって。ウロコなんかかっこよくない。ウロコ好きってよ。なんか入れ墨みたいでさ。あ、なんかラップみたいな。ドラップでいう入れ墨ね。入れ墨みたいな感じがする。なんかうまいことね。格的な感じ。なんか座布団入れたちゃんとパンチングされてるんですよね。かっこいいですね。ね、綺麗だねこれ。すごい綺麗されてますね。ベンダーをメッキ入れて、これ純正メッキで、そのまんま、はい、アルコアのアルミ。あ、アルミです。意外とね、綺麗ですね。綺麗ね。これ箱もだいぶこれ立つんじゃないですか。だいぶ7年くらいですかね。新車で買って7年。7年。この帯目立つよね、この総武さんの。お、ラッパもちゃんとついてんだね。あ、本当ですね。うん、これ日系の。そうなんだ。日系のラッパっていうんですか。あ、本当だ、そうだねこれね。あ、中塗られてる、はい、これ増田さんなんか今俺のこと今速攻見たんだけど、ね、今目合いましたね。これ、ね、じゃあ増田さんちょっと揃ってください。タクボッチと3人で、はい、はい、あなたの音聞かせてください。おーいお願いします。はい、シュワシュワってなんか出てきましたね。出たほこり、ほこりがね、砂ぼこり、すごいね。これサーモキングですね。お、相手のこのシルバーフェリーがこの反対文字っていうね。間違ってたんですか。あ、そうなんですか。間違ってたって、あ、逆だって。あ、そういうことですね。いいね、ちゃんと細かいところまでこれバンバン入って。これフェンダー特有ですよね、これね。めっちゃぶっこい、ね、これ相沢さんで名前出さない方がいいですね。相沢社長。ああ、出しても大丈夫ですか。分かんないですか。あとで僕とされたりしないですか。僕とかシュンタとか。その時は本当にですね。あ、大丈夫ですか。こちらの人たちやってこないですか。やってきたらやってきたで。まずはお知り合いで。イケメンの方です。あ、そうなんですね。はい、すいません、お世話になっております。相沢社長、挨拶が遅れました。遅れました。ありがとうございます。はい、まあ、何かあったらタコッチでお願いします。ね、本当磨いてる。はい。うん。なかなか磨く品はなさそうな感じがするけどね、冷凍の方って。一生懸命やりました。あ、夜。なるほど。速度抑制装置付きが。かわいい。
すごい。横になってる。本当だ。急な場所で。あ、そうなんですか。キラカードみたいな。マンパも鱗じゃないですか。これ。これシールの。シール。触っていいですか。シールに見えない。シールなんですね。言われなきゃ分かんない。むしろ言わないでほしかった。こちら違いますよね。こちらは一応鱗になってるのは。これもそのままですよね。そのままです。春のはこっちのこっち側の。こっち側だ。ああそういうことですね。あ、色が確かにちょっと違う。純正のリアバンパーってなんて言うんだっけ、名称。対策バンパー。ああ対策バンパー。対策バンパーの対策っていう感じ分かりますか。どう書けばいいんですか。1対1の対に作詞の作。はい、次行きましょう。もう時間もったい、時間もったい、時間もったい。これ努力なんか切るとはもうご自分で。これはもう前々のものなんですか。前の。ああ乗られた奥さん。一応3代目なんで。おお、なるほど。結構いい感じで年季が入ってますね。これ総武さんカラーで多分合わせますよね。そうですね。やっぱり合わせ。先ほどお邪魔させてもらいましたけど、レード車の中、はい、あるんですね、ステップが、はい、そのためにってことですよ ね。この中入ったんでしょ。だってで冷気でガンガン冷やしてもらったんでしょ。3分で、はい、ギブアップです。3分。3分マイナス何度まで落としたんですか。18度です。マイナス18度。やばい。いいですね。マイナス18度の世界に来ましたよ。やばい、来た。今のところまだ平気。まだ30秒ぐらいかな。我慢はできるけど、めっちゃ寒いんですよね、これ。何分じゃいけんのか、ちょっと試してみます。3分経ちました。今朝寒い。めっちゃ寒い。ちょっと開けてもらおう。めっちゃ曇ってますよ。ね、何も見えない。どうでした。いや、まだ耐えられるのは耐えられるけど、風邪きそう。そうです、うん。はい、ありがとうございました。結構長距離の方も行かれます。いや、そんなに。ああ、増田さんに限ってはあんまり行かない。行かないか。どこまで行ったりするんですか。一番離れてる。離れてんのが、愛知県かな。愛知県。あ、愛知県。増田さん。増田さん。はい、どっち、ごめんなさい。どっちが正面か分かんなくなっちゃった。すいません。時々、すいません。いや、内装を行きましょうか。はい、あなたの車内見せてください。はーい、はい、申し訳ないですか。あ、じゃあちょっと見ていいですか。お、なんかいい匂いですね。新興市の青、後ろナイアガラの こちらはなんかブランド名とかってあるんですか。ないっすね。そうですね。しかもタクボッチのタクボファミリーって書いてありますよ。タクボッチのステッカー初めて見たんだけど、これタクボファミリー。え、ああありがとうありがとう。あげていいですか。あ、そういうこと。俺もらったことないですよ。マルセン、そばにいるのにもらったことないね。こちらもミラーになってるんですね。しかもつけましょうか。あ、お願いします。おー、そういうことなんですね。はい。へえ、こちらはもう上までは新興紙とか貼られないんですか。予定ですね。予定、これから、はい、これからいいですね。そしたらすごいガラッと雰囲気変わるんじゃないですか。ですよね。うん、ありがとうございます。なんか車内で唾吐いてない。吐いてない。吐いてなかった、はい、まあ、全然話違うんですけど、はい、こうやって降りたりどっちでします。こういう風に降りるか。俺後ろ向きです。後ろ向き。自分はサマーサーミーの社長にそっちで降りて、ちょっともう一回瞬太をこうやってやってみよう。サマーサーミーさんの社長さんは従業員さん皆さんに、はい、そうなんです。こういう風に自分降りてたら、うん、あのそれはダメだよって言われて。ちょっと降りてみて。それで降りてみて。ああ、この降り方危ないよ。これが危ないよってことで、はい、こういう風に降りるようにしてもう一回やって。じゃあどういう風に。これそんなにあの膨らませなくて大丈夫です。どういう風に。ということで、はい、増田さんのトラック、はい、三菱スーパーグレードのご紹介。増田さん、野号ないですか。ました。はい、野号ないっすね。ないっすか、うん、なるほど。です。お、野号募集中。コメント欄にて募集中。募集中決めてもらうんですか。決めてもらおうかな。いいんですか。あ、いいですね。それもいいパターン。なんか新しいパターンでいいじゃないですか。視聴者さんに決めてもらう。はい、そのコメント欄に来ただけの何かどれか一つに絶対決めてください。はい、それだけのためにもう一回来ますから。ここに分かりました。はい、あの、はい、つけてくれた方の名前をおっしゃってもらって、そしてワンマンと来ました。おお、ちょっとコメント欄に本当に増田さんのニック決めてください。すごい。はい、本当にワンマンと作ってくれるの。すごいですね。はい、じゃあちゃんとあのこれこそ次回のかな。え、じゃあその当たった人すごくない。いや、ね、当たったというか、当たったというか、お眼鏡にかかった名付け親になりますよね。名付け親になった人。すごい、新しいですね。もし名付け親になった人になんかプレゼントあげたいね、むしろ。
なんかそうですね。ね、マスダさんのポラロイド、あのフィジーク的なあのポーズ、マスダさんのこのポーズの写真を一緒に同封しますね。ありがとうございました。お休みのところ、忙しいところ、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。マスダさんの愛希でした。シュンタと愛国丸 with タクボッチのトラック TV。 ありがとうございます。もう一回打たれるっていう、はい、右はダメですよ、ね、待てください、和田さんに引き続き、はい、親父ファイトに出る候補ですか。間違いね。まあそうか、はい、え今でもそんなに力入れてないんだね。いや痛いっす、絶対痛く蹴りましたもん。本当めっちゃ走ってる。めっちゃ走ってる。どうでした、ファイティングポーズとかじゃないですかね。最後に強くもファイティングポーズで。Oh!